はい、よろしくお願いします。みなちにございます。というわけで、スペインドリルを、よりいい練習にするための解説シリーズですけれども、今回は、特徴的な動きでもよく質問にあるそのフロントホップっていう動きと、バックフットっていう動きですね、最後に、踏み込み足でこうちょんと前に入る動きと、最後にこう軸足の方でポンと後ろに下がりながら、なんか変なね、変なフォームで打つ、ところですけれども、あそこについて、その意味というかコンセプトをね解説していこうと思いますので、よろしくお願いします。あの練習の、一番のね、あの練習とかあの動きの一番のポイントになりますけれども、これはコンディションを作るために練習してるんだみたいな意味合いで持つと、僕はものすごく、いいような練習になるんじゃないのかなと思います。あれはですね、いかなる状況でも、ラリーになっても試合になってもあのフォームで打ちなさいっていうことではないんですね。ここがやっぱりその日本人があの練習をするときになんかこう受け入れがたい、部分の、説明になるのかなと思います。はい、これね、スペインドリル中の動きってなんていうのかな、現場で、見ると分かるんですけれども、じゃあ試合になりました、ラリーになりましたっていうので、そんなにクソ真面目に守らないんですよ。ここはまあ国民性であったり、いろんなものがあると思います。で、日本人の場合はじゃあ肩を作る練習でやったそのフォームをもういかなる場所でもやってなんぼやろうみたいなね、試合になろうが緊張しようがやってなんぼやろうっていうのが日本人にとっての肩だと思うんですけれども、スペインドリルのこのフロントホップバックフットに関しては本当にコンディションを作るため、この練習の中だけでやるぐらいに言ってもいいと思います。もちろんその後ラリー練習をしてもね、やってますけれども、細かい、こう前に一歩ポンと入る、後ろに出るっていうところは、以前のスペインドリル0番のね、動画の方で解説しているので、そちらの方をね、ちょっと見てもらうとして、今回はこの前行ったり、後ろ行ったりする、今コンディションを役立てるって言いましたけれども、じゃあどういうコンディションを作るためなのか、これはもうズバリですね、体を開かない。体を開かない。よく僕がね、動画の中で言う、言葉ですけれども、回す、回旋していく動作ですね。こう勢いをつけるためにぐんとこう回す動作と、体が開いてしまうっていうことはね、また別なんですね。ここのところがすごく大事で、どんどん回旋はしていくんだけれども、開かない。打点を取るために、ボールを打つために開かない。この2つが合致すると、ボールに力がうまく伝わるんだけれども、回したはいいけれども、開いてしまう、力が逃げている状態になってしまうと、うまくボールが打てないんですね。で、なんかこう窮屈そうに見えるでしょ、このフロントホップとか、バックフットとかで、日本人からするとかなり手打ちに見えると思います。はい、この辺りもね、この練習をするときにすごくこう気をつけてもらわないといけないんですけれども、ちょっと手打ちの感覚が残っても僕はいいのかなというふうに思います。で、先ほど言ったように実際ラリーをするとかになると、ここまで形を作らなくていいので、こんなグーンとね、腕で回すような感じが手打ちだと感じるのであれば、やらなくてもいいと思います。ただこの何とも言えない窮屈感ですよね。前にいた時に体を回さずに、これ右利きだったら左足でポンってブロック、左腰でブロックするようにして腕だけ回す、この窮屈感を持って体をもう一回回していくと結構開きがね抑えられます。で、バックフットも、軸足で後ろにポンと飛ぶホームランになら、左足がぐるんと回っていって体を回旋しながらね、ぐるんとこの下がりながら打つシーンをよく見えると思うんですけど、あえて左足を止めます。で、右手だけをくるんと回していきます。はい、こういう動きを取ります。奈良くるみ選手のね、動画なんかを見返してもらうと、奈良くるみ選手もこうやって、後ろの方のボールを打つ時の素振りをねするシーンがあるんですよ。はい、コンディションを作るためにやっぱりね、そういうふうな意識は持っといた方がいいということですね。はい、左足をこう残す、実際は前に上げた左足バックフットの時はこうグッと内側にねひねるような感じになってるんですけれども、そういうふうな感じで身体の構造上開かないようにするには、そういう体の動きっていうのを意識するとうまく開かずに体が使えますよ。じゃあこれを何回も練習の中で入れて、スペインドリルの中で入れて、体にその機能を覚え込ませて回すけれども開かないっていうところを実践しながらラリーに生かしていきましょうというコンディション作りの練習なんですね。ここのところの意識があると、バックフット、バックフット、それからフロントホップ、しっかりとね落とし込めると思います。単にねこう体重がかけやすいとか、そういうシンプルなイメージでもいいんですけれども、そこまでねちょっと深く考えれるといいんじゃないのかなと思います。スペインではね、もうとにかくこの回すけど開かないみたいなの ずっと言われます。ずっと言われます。この前もね、確か、なんかのインターネットで流れてきたんですけど、
ナダルアカデミーで多分、ね、チチパス選手が、ね、練習したと思うんですね。手出しのボールをパンと打ってるだけなんだけれども、その時もチチパス選手の、ね、開きが早いと、体を、ね、回すんだけれども、回した後後ろの左足が出てくるのが、早い、だから左足を残してね、グッとこう打てみたいな感じで、言ってました。当然ね、チチパス選手の片手バックですから、もう、フェデラー選手とか、と並んで、もう世界トップのバックハンドだと思うんですけども、そういう風な感じで、もう本当に基本の基本をアドバイスする、なんかもうスペインっぽいなと思いながらね、見てたんですけれども、そういう感じのコンディション作りだと思ってもらえると、このフロントホップバックフット、やるモチベーションにもなるし、必要なね、こう開かないっていうところをしっかりと覚え込む、ために役立つんじゃないのかなと思います。はい、で今から、一般の方、ジュニアの方、レディースの方に、それぞれ役立つような感じで、アドバイスしていこうと思います。はい、まずね、一般の方ですけれども、バックフットにね、ぜひ挑戦してもらいたいなと思います。フロントホップは、まあ、それほど、苦労なくできると思うんですけど、バックフットはね、やっぱりこう左足が、右利きの方でいう、前の方の足になる左足がね、こう割れちゃう、感じになることが多くなると思うので、これをまあ無理やり、残す身体感覚ですよね。左足を残そうと思ったら、これ左足だと思ってもらったらいいんですけど、単に止めるっていうのは、ちょっと内側にね、こうキュッとさっきも言った、ひねるような感じになります。このひねるっていう感じ、まあ、踏み込んでいった時のグッとこう耐える時の、内旋動作ですねと同じような感じになるんですけど、やっぱり体を回していく時に左足の内旋を少し入れてバランスを取るっていうところもね、大事になってきます。まあ、ここまで言うと、無理やりそれを意識してやるとおそらくできないと思うんですね。これすごくこう人間の体のバランス能力って複雑なので、もちろんグワンと開いていく力も必要だし、開きすぎないようにブレーキングをかける動きっていうのも、働いていかないといけない。ここのところのバランスってなかなか一発で言語化できないので、思いっきり開く、まあ、回旋させて回すような動きですよね。もうやってみる。メディスンボールとか持ってグワンと回す動きもやるし、このバックフットのようにグーッとブレーキをかける動きもやる、はい、でその間でいい感じのところを自分の身体に、ラリー練習とかで埋め込んでいくっていう形がね、ベストだと思います。どっちか片方だけではなく、しっかり回していく方の動きとそれを制御する動き、両方体で覚え込ませる。でこのバックフットはどちらかというと、制御するような動きですね。ただ腕は振っていくので回していくんですけど、この左足とか左腰で、体の開きを制御するためにやってるという感じです。これは結構ね、一般の方食いついてくるんですけど、バックフットってやっぱ特殊じゃないですか。でやっぱりこう特殊なことをやってみたいなっていうね、モチベーションになるので食いついてくるんだけれども、結構難しいなっていう感じになってくるので、素振りなんかでもね、十分いい練習になるのでやってもらえたらいいかなと思います。はい、続いてジュニアの方ですけど、まあ、これは、先ほどねちょっと触れたんですけど、まず注意点としては、力がない女子選手はこれバックフットやろうとしてもね、なかなかうまくいかないです。はい、どうしてもブレーキングの、筋力がないのでふわっと回ってしまうので、なんかこう頑張ってるけどなんか できなさそうやなっていう人は、そんなに無理やりやらなくてもいいかなと思います。はい、まずは、回旋で、ラケットを持っていく方の感覚をつけた方がいいかなとは、思いますので、まずね、力がない人はそのバックフット難しいですよというところを一つ、注意点で持ちつつ、やっぱり練習をするときに、これはどういう練習なんだっていう意味をね、しっかり考えながらやることは、特に選手になるんだったら、大事だと思っていて、この練習っていうのはとにかくコンディションの中でも開きを抑えるっていうところを、埋め込むために、体に覚え込ますために、このバックフットフロントホップがあるんだよっていうところを、しっかり考えてやる、ここが大事だと思います。コンディションを作るための練習と思ってもらえればね、いいと思います。どうしても、子どもたちは、ね、こうゲーム中に決めるっていうところのイメージがあるので、それに直結しないイメージのところはこうやりたがらなかったり、何の意味があるんやろうと思ったり、あとはまあコーチがやれっていうからやるみたいなね、感じになりがちですけど、あ、なるほどなと、こういうことに、意味があるんだなっていうところをしっかりと分かって、やるというところがね、こうものすごく、大事になってきますので、コンディションを作るための練習なんだよっていうところですね。先ほどのチチパス選手の例もそうですけど、チチパス選手のそのバックハンドの、
精度とかちょっとした調子の良し悪しを作らないために、ちょっと左足がこう回って出てくるのが早いんちゃうっていうアドバイスをして、無理やり後ろに止めさせてるんですよね。でも、それだけをやると当然手打ちの感じが強くなっていくし、チチパス選手の良さもなくなっていくと思うんだけれども、それやると大事な場面でミスするようじゃないですけど、まあ、そういう意味合いも込めて、アドバイスをしているという感じだと思ってもらえるとね、いいと思います。はい、コンディションを作ってるんですね。何もボールを速くするためにやってるわけではないと、まあ、結果として速くなるんですけどね、直接的にボールを速くしたりスピン量が多くなるためにやってるんじゃないんですよっていうところが、しっかり分かると、練習の、ね、意味合いも分かってくるし、じゃあ今度ラリーになったらしっかり改善させていこうっていう意識にもつながってくると思いますので、そういう感じでね、理解力を高めてもらいたいと思います。はい、で最後ね、レディースの方ですけれども、レディースの方に関してはフロントホップ、しっかりね、練習をしてもらえたらなと思います。こうバックフットはね、やっぱこう結構難しいですし、結局試合の中でね、何使うねんということにもこうなりがちです。もちろんね、チャレンジはしてもらいたいですけれども、まあ、重点的にやるのはこのフロントホップかなと。なぜかというと、やっぱりこう女子ダブルスで、プレーをしてるとね、こうアプローチショットとかが多いんですよ。前に行きながら打つっていうことが結構大事で、その時のボールの精度を上げるためにも、このフロントホップはね、ものすごくいい練習になると思います。前に行くときに、まあ、僕の動画でもね、よくね、こう歩きながらみたいなのが言うんですけど、体がうまくこう回しながら歩きながらふっと流れるようにね、いければいいんですよ。でその中でボールをぶらさないようにする、打点がぶれない、自分のボールの行く方向がぶれない、ようにするためには、このフロントホップの窮屈な感じを体に覚え込ませといて、歩きながら打つっていうのはどちらかというと開きながら打つ感じなんですよね。はい、開きながら打つ感じなので、あちゃこちゃ行きやすいんですよ。打点がぶれやすくなってしまう、の中で、さっきも言ったコンディションを作るためにフロントホップをたまにパンとやって、横向きの体をちょっと維持するような、そういうイメージがあるだけで、じゃあアプローチっていう時にこう前に歩きながら体を回しながら打つんだけれども、その打点の前後だけはちょっとブレーキングをかけて、ぐっとこう体を残しながらっていうところが、使えるようになってくると思います。やっぱりこれは身体感覚っていうものをつけていかないといけないので、素振りなんかでもね、ズームでも十分やと思いますよ。前に入ってフロントホップでこう素振りなんかをして、自分のこう体の開き具合っていうのを調整していくと、そういう感じでね、プレーができるといいと思います。はい、以上のような感じで、このフロントホップバックフットですよね、どうやるかっていうのももちろん大事なんですけれども、何の意味があるのかっていうところを理解すると、まあ、やってみようかなという感じに、ね、なると思います。とにかく一番こうスペインドリルをやる上でこうアレルギーが出やすいところなんですよ。バックフットってやりたいんですよね。よく意味が分かんないから、打ちにくいしね、僕もなんやねん思ってこう向こうで最初、やってましたけれども、まあ、そのやりにくい練習をやりたいと思う人とやっぱアレルギー反応が出る人がいる。で、これ両方ともにとって大事なのは、なんでやってるのか、どういうことに落とし込まれるのかっていうところをしっかり分かっておいた方がいいというところですね。開かないためにやるというところです。しっかりボールに力を伝えるためにやるということです。まあ、結果としてね、こう振り抜いた時のここの窮屈そうな感じになりながらも、腕をこうしっかり振っていくことで、あ、振り抜く時っていうのは腕がこうやって動くんだっていうのの確認になったり、それぞれ細かいところでは発見がね、いっぱいあると思います。特にバックフットは、あまりこうこれまでテニスを普通にやる中ではやらない動きなので、やるだけでも発見がね、いっぱい細かいところはありますけれども、一番頭のね、片隅に置いといてもらいたいのは、コンディションを上げるためにやってますよと、調子を上げるためにやってます、もっと言えば調子を保つためにやってますということですね。さっきのチチパス選手の例でもそうですけど、まあ、スペイン人がね、こうやってスペインドリルをこう毎日毎日こうやってるのは、調子のアップダウンがないと、あってもすぐ戻せるというね、そういう意味合いもありますので、まあ、ぜひね、このフロントアップバックフット、ちょっと変わった動きで何の意味があんねんと思うかもしれないですけれども、ちょっとやってみると皆さんのテニスにこう新たなね、発見が生まれると思いますので、やってみてください。Street alone.